アフマンワヒドは、インドネシアの宗教指導者、政治家である。グスドゥールという通称で知られている。スハルト政権時代、インドネシア最大のイスラーム組織、ナフダトゥル・ウラマー議長を務め、同政権崩壊後は、国民格政党を創設、同国の第四代大,大統領に就任した。一般によく知られる愛称は、グスドゥールで、これは、気合の息子を意味する。 1940年、東ジャワ州、ジョン・バン生まれ。祖父は1926年にナフダトゥル・ラマーを創設した、ハシム・アシャリとビスリ・シャンスリ。父は独立インドネシアの初代宗教大臣を務めた、ワヒド・ハシムという巧妙なイスラーム指導者の家系に生まれる。先祖は500年前に、福建省から移民した、ハッカ人でもある。 エジプトのアズハル大学やイラクのバグダッド大学でイスラム法などを学び、伝統的なイスラーム世界の知的素養を身につけると、共に進んで西洋的な地にも接近した。伝統的イスラームに身を置きつつも、多宗派、多宗教にも寛容であり、様々な勢力との対話を重視するという独自の姿勢を持っている。1984年、ニュー執行部の議長に就任。 その後一貫して、プサントレンの改革や貧しい農村の発展に努めた。スハルト政権には、批判的な言論を展開しつつも、直接的な対立を避け、時には柔軟な姿勢を示した。国内求心派からは一部日和見主義的と、揶揄されつつも、その現実主義的な彼の対応は、様々な立場を超えての信頼を勝ち得ることに、成功した。スハルト政権崩壊後、 ハビビ政権の下で大幅に結社の自由を認める新政党法が制定され、新制度の下での総選挙が予定されるようになると、1998年7月、支持基盤を入とする国民各政党を結成して、総選挙に臨んだ。総選挙では、メガワティ率いる党争民主党と協力関係を築き、ハビビ政権与党とされたゴルカルと対決した。選挙結果では、 得票率で、闘争民主党が第一党、ゴルカルが第二党、PKB は第三党となり、大統領指名選挙ではメガワティが当選するものと思われたが、各派の駆け引きの結果、1999年10月20日、ワヒドが大統領に就任、その後、ニューの議長を退任した。大統領就任後、イスラエルを訪問し、スハルト政権下で長く禁止されてきた。 共産主義の解禁も提言したが、これらは連立を組んだ闘争民主党のみならず、イスラーム諸勢力からも猛反発を受けた。また、連立政権内での基盤も盤石なものではなかったため、2001年7月23日に大統領を罷免された。大統領退任後は政治の第一線から退いたが、恩恵派として発言を続けていた。 2009年12月30日、心不全のため、ジャカルタ市内の病院で死去した69歳ボーツ。ありがとうございます。